半分にある。なんか余ったお話を、さあ、出てくるのは、高橋さん行きました。宇宙の方、誰か買ったのですから、今日は。
ロスのソウル、中継ぎ、ポスパンのジョニー、老害で。老害って言うけどさ、だってずっとやってる人って老害って言われるぐらいになってるんじゃねえかよ。さあ、前に痛い、前に痛い。さあ、ソウル君、ソウル君どうするの？どうするの？さあ、ちょっとだけやってるけど、いいっすね！頑張ったと思います。こんなこと言うけど、ごめんなさい。
てるからきつい吐くしかないけどきついよ。ワンチャン使えばチップだからだ。あー投げーチップが取ってくる。このまま俺はアンダーナイトインバスデーのソルがバスケット優勝してしまうのかってことになったが、なんであるよって言ったんだよ。あいつよムカつくんだけど。あるよあるよ。ここまでね、決めるとこ本当に決めてきたんでね、今日はできる人、今日はできる人、アイドルさん。今日は。しかり。そして、金丸かぎ。さあ、いい逃げ。揺らして、ダウンゲット。どうすか。はい、ゲダンでした。暴れたダメよ。できればどちらも行けるぞ。右肌当たってしまう。ちょっと普通に痛いな、マジで。ワクワクしてね。投げ取る。さあ、これはここに突きたい。表。さあ、割り込もうとしてダメでした。お前だけ見てればええねんと。そう、枝下になりました。生きてた。さあ、空中ダッシュ。仕込んでいたけど。さあ、どうなるの。とりあえず投げてどうする？三角？おお！なんで押してんの技を？下の相手仕込んでおく。マジやばい。ちょっと慌った時の顔がえぐいよね。